はい、実況させていただいてます。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はこちら、プレステ3版ですね。AKB149 分の1恋愛総選挙。こちらね。ちょっとね、いつもと違ったね、ちょっと感じで、いつもと違うね、企画でちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。今日はですね、今までのプレイの仕方とはまた違ってですね、好みじゃないね、自分の好みとは違うメンバーをわざと選んでね、プレイするというね、やり方でね、ちょっと初めての試みですけどもね、それでやっていきたいと思います。逆に言うと、好みの子を選んじゃいけないというね、自分の好みとはまた違ったね、好みじゃない子を選んで、わざと選んでやるっていうね。どんな感じになるかちょっとね、実験的になりますけどもね、やっていきたいと思います。はい。あえてね、ちょっとね、ここでね、言わせていただきますとね、好みじゃない子を選んでるわけでしてね、僕の好みじゃない子っていうことで、あれですよ。ファンの方にはちょっとね、申し訳ないですけども、やっぱりね、僕が好みの子じゃない子を選んだときに、その子のファンの人もね、もちろんいるわけでね。それはその部分ありますんでね。一応ここでね、それだけちょっとお詫びしておきたいと思います。はい。僕がね、好みじゃないというだけの話なんで、その辺はね。はい。しょうがない話であって、誰にだってね、好みっていうのもありますんでね。はい。じゃあ、早速ね、始めていきます。はい。究極でね。究極でいきますと、やっぱ好みじゃない子を選んでいくわけですから、究極好みじゃない子をね、選ぶとなってくるとね、やっぱりね、可愛い子を選んじゃいけないっていう言い方はおかしいけど、自分の好みじゃない子を選んじゃいけないわけで、可愛くないわけじゃないんですよ。宮沢さえだとかね、僕の好みじゃないっていう風になってくるとね。はい。あと、秋元才加さんだとか、あと、SKE で言うとね、誰やったかな。中西優香とかもね、ショートカットの子ですけどね。もう好みじゃないですしね。いやね、とにかくね、僕、ショートカットはね、好みじゃないんですよね。はい。ただそのショートカットの子は髪を伸ばしてロングヘアになったら別ですよ。それは変わってくると思うんですよ、見方がね。はい。HKT はね、児玉遥かになるかな。一番好みじゃないってなればね。顔は可愛いと思うんですよ、児玉遥かはね。顔は可愛いし、性格とかもすごい可愛いんですけど。ただ、外見的には好みじゃないんですよね。NMB もね、好みじゃないってなってくるとね、NMB は誰になるかな？ NMB の場合誰になってくるかな？そうやな、誰かな？難しいっすね。いや、好みじゃない子っていうのはね、極端、あ、これかな？木下桃花が一番好みじゃないですね。はい。あと、この谷川愛梨とかね。この辺になってくれますね。一番好みじゃない子を選ぶとしたらね。SKE は中西優香ですね。中西優香どこだ？これですね。はい。一番好みじゃないのはこの子になりますね。ファンの方には申し訳ないですけどね。自分の好みの問題なんで、それはね、どうしようもないですけど。でも全員の中で一番好みじゃないってなってくると、秋元才加さんかな。この子はショートカットじゃないですけど、顔がもう好みじゃないですね。ただ、あれですね。性格はいいと思いますよ。性格はすごく好きですよ。熱くてね。本当にいい子だと思うんですけど。そうですね。じゃあ、秋元才加選びますね。はい。はい。この人ちょっと外人顔なんですよね。ちょっと濃いというかね。だから、日本人離れしてる顔ですので、好みじゃ秋ない元んです才加よ。です。はい。じゃあ、これ選びますね。はい。
まあ、どういうふうなね、感情になるのかっていうのも自分で試してみたいのもありますよね。好みじゃない子をね、選んで燃えるのかどうかというね。私ってさ、思ったことがあるとついつい口にしようよね。うん。黙ってられないタイプっていうのかな。まあそんな感じやね。困ってるメンバーがいたら声かけたくなるし、うん、ちょっと違うなと思うことがあれば、それは違うんじゃないとか言っちゃうし。まあね。でも時々それで失敗もするんだよね。うん。前なんかラジオに受験生からメールが来た時に、 AKB のラジオなんて聞いてないで勉強しろとか言っちゃったりさ。ああ、なるほど。本当にそう思う？じゃあずっと気になってたからちょっと動かないでね。えっ。ごめん、痛かった？でも鼻毛出たまま歩いてると後で気づいた時に恥ずかしい気持ちになっちゃうでしょ。うんうん。もう朝から気になってたんだよね。はあ、すっきりした。まあね。気になることをズバズバッと言えるのって気持ちいいね。まあね、この子はね、ちょっと男っぽい性格でもあるんでね。まあそういうところが僕はね、まあちょっと好みじゃない部分になりますけどね。性格的にはいい子だと思います、すごくね。はい。大島優子とかね、宮沢さんの親友ですしね。じゃあどうしようかな。もちろんね、好感度いいのを選択をしますね。これ、3つの選択肢によってね、相手の好感度は変わってきますんでね。はい。じゃあ、こんなの初めてだよ。僕も気になってたんだけど、これかな。うん、これにしよう。え、嘘。私の鼻毛出てる。ん？そういうわけじゃないよ。あ、本当だ。まさか私がやらかしてるとは思わなかったな。ありがとね、教えてくれて。おお、これは高評価でしたね。はいはい、高評価。ちなみにこれね、BGM はね、音量小さくさせていただいてます。YouTube のね、著作権に引っかかりますんでね。このゲームはね、歌が流れますんでね。だからちょっとそれはまずいので、小さくさせてもらってます。はい。またこんだけ出てきましたけど、この中で一番好みじゃない子を選ぶわけですから、そうですね。いやね、あえてね、あれですよ、もう、自分が好きな子を選んじゃいけない。まあまあ、嫌いな子を選ぶってわけじゃないんですけど、まあ、好みですからね。一番好みじゃない子を選ぶわけですから。うわ、難しいな。田辺美久かな。今のところそんな感じかな。一番好みじゃない子ってなってくるとね。ほんと究極の選択ですね、これね。よし、田辺美久にしておこう。はい。この子はね、ちょっとあれなんですよ。変わってんですよね。コスプレとかもすごい、男のコスプレとかするんですよ。ね。男のコスプレとかする子なんでね。やっぱまだ今期のアニメは景品のラインナップが少ないな。これは来月あたりにまた来た方が。ん？あそこにいるのは。おい、中ちゃん。ああ。お、みーちゃん。この子は結構好きですね。可愛いですよね。そんな小難しい顔してる。うん。見慣れてたか。声が好きですね。このフィギュア見て。どう思う？造形が微妙かも。でしょ？よかった。実はね、その造形を見極めてたの。うん。そっか、だからそんな小難しい顔してたんだね。え？まこちゃん、こっちのはどう思う？これは、ありでしょ。だよね。よし、決めた。
ねえねえ、このフィギュア取ってよ。違うの、あなたに取ってもらうことに意味があるの。うん、意味なんてないよ。じゃあ一回だけね。じゃあ一回だけにしてみようか。もう一声。まあ顔は美人ですけどね。一回200円だけど、割と美人だと思いますけどね。200円あれば3回できるし。あー、ごめんなさい。それだけは勘弁。しょうがない。今日のところはやってくれたという気持ちだけ受け取っておくか。あ、これ微妙かな。うん、微妙ですね。微妙な反応でしたね。そうですね、今度は誰かな。宮沢さえ出てきましたね。宮沢さえかな。この中、児玉遥かもいますけど、まあでも宮沢さえのになるかな、これはね。うん、宮沢さえはね、美人だと思うんですよね。性格もいいですけどね。どうしてもね、でもイケメンキャラっていうところがね、まあ、男っぽい感じですからね。そこがどうしてもね、好みじゃない部分になってきますかね。前回の歌劇団に続き、男役トップで参加させていただきます、宮沢さえです。最近卒業しましたもんね。今回こそは女役のオファーが来るかなとも思ってたんですが、やっぱり男役でした。うん、そういうイメージやからね。前回よりもパワーアップしたイケメンぶりを見せたいと思います。よろしくお願いします。私も前回に引き続き、女役トップで参加させていただきます。ユキリン最高ですね。最高ですわ、この子は。なんと、今回もさえちゃんとのキスシーンがあるということで、今からドキドキしています。よりパワーアップしたキスシーンをお見せできればと、よろしくお願いします。ユキリンは僕のね、推し弁です。はい。ちなみにね。はい。ああ、君よ。なぜそれほど美しいのか。無限の美しさを放つ君に永遠の愛を誓おう。やっぱイケメンはイケメンですね、確かに。私とあなたとでは身分が違いすぎるもの。うん。身分など捨ててしまえばよい。今私の目は君を見るためだけにある。さあ、この思いを受け取ってくれないか。かっこよさあるな。でも、うん、まあね、この思い受け取ってくれないか。手握手、え、手握手か、これ。握手じゃないな。何、手手、なんて読むんやろこれ。バラを受け取ろう、これにしてみようか。ちょっと上のはなんて読むか、読むか分からないから。これは好印象かな。完全に置いてけぼりなんだけど。うん、ゆきりん、ごめんね。あ、これ好印象ですね。さあ、あ、そう、 AKB 選、ほとんど AKB 選んでましたね。だから他はだいぶ減ってしまうんですよ。うん、AKB ばっかりになってしまうんでね。さあ、この中から一番好みじゃない子は、そうですね。究極の選択ですな、これな。本当に。桜たんはね、すごい好みなんで選んじゃいけないですね。可愛いも好みですからね。誰になってくるかな。あ、かかってきた。まあ、この子は結構好きなので、この子は選んじゃダメですね。うん。スルーしましょう。難しいなぁ。ちなみにこのユキリンはね、僕一番好みなんでね。あ、内田真由美かな。多分内田真由美になってくるかな。そうだよね。内田真由美やね。はい。この子になりますね。はい。この子もね、どっちかっていうと男っぽいキャラなんでね。だからちょっと、
好みじゃなくなってきますね。まあね、見た目はまあそれなりにね、まあ可愛かった時期もありましたけどね。うん、この子も去年辞めましたね、確か。卒業しました。でしょ、うん、チーズ好きも納得のチーズケーキだもん。卒業して焼肉屋を経営 してますもんね。チーズ好きだよね。あ、ちーちゃんいいな。ちーちゃん好きなんですよね。あ、さっきここからだ。ちょっとごめん。ちーちゃん、変なこと言わないでよ。まあ、この頃はね、内田真由美は割とまあでも可愛かったですけどね。この頃はまあね、じゃんけん大会に1位になった後の時やからね。この子じゃんけん大会で1位になったことあるんですよね。その時はすごく可愛かったですよ。その後の時ですよね。ちょっと後のところですね、これね。理解が早いな、中田。性格が男っぽいからな。あの人、引いてる。だから言ったじゃん、絶対引くって。ちーちゃんのせいだよ。うん、こんな空気にするつもりは。ごめんなさい、私、もう行くね。ちーちゃんいいな、癒されるな。ちーちゃんが好きなんですよね。ごめん、驚かせたよね。気が強いんですよ。乱暴な女だって、嫌いになったりしてないよね。そうなんですよ。乱暴というかな、気が強いんですよね、この子はね。うん、浮気できないな。別に嫌いにはならないけど、たまにはいいんじゃないか。これかな、これやな。これやったら喜ぶよね。そうだね、浮気は絶対ダメだね。でも今のって、私と付き合ってるって前提の話になるよね。ううん、私と付き合ってるの想像してくれてたりするんだなって、ちょっと嬉しくなっただけ。まあね、それは喜ぶよな。あ、誰か来たぞ。萌えのはいいですね、可愛いですね。この子は好きですね。それってもしかしてデート？別にごまかさなくていいよ。ごめん。ねえ、私でよかったら連絡してよ。いつでも付き合うからさ。それじゃあまたね。まあ選んじゃダメなんですよ、好きな子はね。申し訳ないけど、今回はね、今回選ぶことはないと思いますけど、萌えのをね。いや、もう本当にね、好みじゃない子をわざと選ばなきゃいけないんで、好きな子を選んじゃいけないっていう企画なんでね、今回はね。お、これ誰か消えますな。これだから消える子は、言うたら選んでないから、言うたら好きな子ってわけですからね。好きな子というか、まあね、まあ、僕の中では割とね、好みに近い子が消えていってるということになりますね。あ、鈴木マリアいいっすね。でも、この子は好きだから選べないな。さあ、今度は究極の選択。この中で一番好みじゃない子は誰になるかな？そうですね。誰かな？大家かな？大家になってくるかな？この中やったら。そうやね。大家静香ですね。一番好みじゃないのはね。はい。この子になってきます。この子もショートカットですね。でもこの子ね、最初の頃ですけど、すごいロングヘアですごい可愛い時期あったんですよね。ポニーテールをしたりとかしてね。その頃は好きでしたけど。ね、今はね、最近はもうショートカットのイメージ強いし、ちょっと男っぽいキャラですしね。お笑い系のキャラですけどね。もしもし、大家です。電話かけてくれるとか嬉しい。まあでも人間的にはいい子ですよ。すごく面白いですしね。お笑い系で、まあ、サッシーの親友ですしね。人間的には好きですけどね。よし、お腹もいっぱいになったし、じゃあ次はどこ行こうか。
とうございます。しーちゃんね。もちろんですよ。こちらこそ応援ありがとうございます。うん、ニックネームしーちゃんって言うんですよね。いや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 、ちょっと前やったら街で声かけられるとか全然考えられんやったんやけどね。この喋り方がね、福岡弁やったかな。幸せやなって感じて。うちのファンは素敵な人が多いんよ。うちなんかのことで一緒に喜んでくれたり悲しんでくれたりして、やけんそのファンの人たちにもっと喜んでもらいたいけん、うちも頑張って選抜に選ばれんと。このいいね、この方言がね。あなたもうちが選抜に入ったら一緒に喜んでくれるよね。まあね、確かにね。この子はすごいあれなんですよ、船をね、運転できる免許持ってるんですよね、この子ね。AKB のね、番組でね、その企画でね、その資格を取ったんですよ、確かね。すごいですよね。難しい資格だらしいですけどね。番組の中でね、その企画で取ったんですよ。それはすごいなと思います。その頃はね、ロングヘアでね、ポニーテールしてて、すごく可愛かったんですね。はい。まあいいや、とりあえずね、じゃあお祝いしようにしよう。してくれると、やった。この方言がいいね。ほんと、ほんとにほんと、そっか。絶対に約束やけんね。まあでもこの方言は癒されますな、確かにな。お、誰か消えるぞ。あ、肩張るね。あ、川へ消えたな。そう、これ消えるのはね、好きな子が消えていくっていうことになりますからね。さあ、その次に好みじゃない子ってなれば誰になってくるかな。まあ、これ表示されてる中で一番好みじゃない子を選ぶってことになりますからね。だからね、究極の選択になってくるんで、万が一ね、この選択が少なくなってくると好みの子を選ばなきゃいけないっていう場面も現れると思いますけどね。はい。誰かな、こん中やったら、そうやな、マーチュンか、このマスダかどっちかですね、マスダユカのどっちかですね。そうですね。どっちにしようかな、マスダか、マーチュンかですよ。どっちも関西人なんですよ。関西人で、関西弁喋るんですよね。どっちがいいかな、どっちがいいかなというか、どっちが苦手かなっていうことになってきますけど。まあ、性格的にはこっちになるかな。きついんですよ、この子性格がね。はい。僕、性格きつい子の方が苦手なんで、こっちの方が性格まだ柔らかいですから、こっちですね。こっちにしましょう。大阪出身ですよ、この子は。この子も辞めましたけどね。増田ゆかは厳しいんですよね。どっちかというと結構ね、きついタイプなんで、そういう意味では苦手な部分ではありますね。当たり前やん。逆に持ってない方がなんでって感じやけどな。まあまあまあ、ほら、もうすぐ焼き上がるから、うちが作った本間もんの味を堪能してみ。あ、この大阪弁はいいですよね、でもね。わ、開いちゃった。じゃあ、遠慮なくお邪魔しまーす。あ、これハルゴンちゃうの、やっぱり。そうや、ハルコ、どうした。ハルゴンや。この子は大好きですよ。やっぱり、ゆかたちだけずるい。この子はもう、この子は好みですからね、僕は。怪しいと思ったんだ。癒されるんですよ。ゆかブログで、たこ焼き食べたいって書いてたからさ。はい。ハルゴンはね、可愛いんですよ。でもほんまハルカはいいタイミングで来たな。ちょうど今出来上がったとこやで。わあ、ほんとだ。じゃあいただきます。この子は今 JKT にいますよね。おいしい。 JKT48 のね、メンバーですよ。うふー、まあ当然これがほんまもんのたこ焼きの味やで、覚えとき。ゆったんママ大好き。あ、そう、言ったんやったな。ほら、だ
きついたらうちが食べられへんやんか。まあ、言ったんで言われちゃうもん。ごめんごめん。じゃあお詫びに私が食べさせてあげるから。ママ、うーん。死ぬかと思ったわ。ちゃんとフーフーしてからあんって言ってよ。ごめん、ついゆっかり。うん。ボンスケ、わざとか、この。キャー、ママに襲われる。ん？ああ、もう材料ないんか。じゃあこれでパーティーはおしまいやな。めっちゃ楽しかった。ほんまやな。あ、そうやな、このまま3人で暮らさへん？なんか家族みたいで楽しそうやん。暮らすって、3人で暮らしちゃう。2人がいいな、2人がいいなにした方が喜ぶな。確かに子供やから。え？もう何言っとんねん。そんなん言われたらうち照れるやん。まあね、ハルゴンに癒されてたな、完全に今の。言ったんには申し訳ないけど。あ、倉持ね、めっちゃ好きなんですよね、倉持も。うん、こう選ばなかった子たちはね、好きな子たちなんでね。まあ、ちょっとね、痛いですけどね。このパリンがね。うん、ああ、加藤ルミね。釣りが好きな子なんですよね、この子はね。何匹釣れるかなって書いてあるけど。さあ、今度はこの中で一番好みじゃない子。こんだけしかいないんか。こん中やったら誰かな、難しいな。一番こん中で好みじゃない子やから。あ、ユキリンは選んじゃダメだ。一番好きなんでね、こん中で。これはスルーしましょう。佐藤夏希になってくるな。この子になってくるな。この子は割と好きですよ。好きな方ですけども、この中だったらっていうことですから。はーい、夏希でーす。私もちょうど電話しようと思ってたんだ。お姉さん的存在ですよね、この子はね。まあ、大人の女性なんですよね。結構綺麗系なんですけどね。あ、ごめんね、ちょっと見たいやつが。占いのページ。今週の運勢は、おお、この雑誌だと最高。まあ、朝ね、テレビでも占い見てきたんだけど、そっちだと蟹座が最下位だったんだよね。それもそうなんだけどさ、するよ、女の子はやっぱり気になる人多いんじゃないかな。あ、そうそう、私この間本格的な占いに行ってさ、なんか当たりすぎてびっくりしたんだけど。なんでそんなに韓国行きたいのって、すごくない？確かに毎日韓国行ってたけど、なんでわかるのって。でもね、気になったのは男運が悪いって言われたんだよね。優柔不断な男に引っかかって結局30過ぎても結婚できないとか。あ、でもこの雑誌だとね、運命の人が現れるって書いてあるんだよね。いいやつだけ信じたいけど、実際どれが本当なんだろう。どう思う？私の運命の人。この子はね、好みじゃないってわけじゃないんですけどね。まあちょっとメンバーね、選ぶメンバーが少なかったから選ばれざるを得なくもなっちゃったっていうパターンですね。どうしようかな。
もう現れてるかもね。この方が喜ぶよね。何それ、立候補？受ける。そうそう。エヌナッチやな、私はこの場ね。そっか。じゃあ考えておいてあげようかな。うん、これは高評価ですね。そうそう、エヌナッチっていうのがね、この子の、あのニックネームですね。ああ、高見菜消えた、ちいちゃん消えた、ああ、中やん消えた、あっちゃん消えた、ああ、れいにゃんも消えた、みーちゃんも消えた、あみなも消えた、まゆえも消えた、ああ、ジュリも消えた。ああ、まあ好きな子はどんどん消えていきますけど、まあしょうがないわ。そういう企画ですからね。逆の企画でやってるんでね。はい。さあ、うわ、少なくなってきた、選択が。この中で一番好みじゃない子ってなってくると、加藤ルミか、田野優香かのどっちかになってくるけど、どっちかなぁ。後の子はみんな好きですよ。この二人以外はね。まあ、この二人はもう嫌いじゃないですけどね。どうしよう、どっちにしようかなぁ。どっちかってならこっちかなぁ。こっちはね、あれなんですよ。すごいスタイルも良くて、プロポーションも良くてね。なんていうのかな。結構ね、好きな方になるんですけどね。この、まあ、この選択肢の中で、だからね。この、だから他の子たちは究極に好きなわけですよ、僕はね。この二人になってくるんですよ。この、好みじゃない子を選ぶとなってしまえばね。じゃあ、こっちにしとこう。この子もね、嫌いじゃないんですけどね。結構面白いですしね。明るいですし。結構ね、面白い子なんでね、嫌いじゃないんですよ。普通ぐらいですね。うわー、めっちゃ可愛い。許されるわ。パンダ大好き。ここで突然ですが、パンダの豆知識講座。この子はまだいますからね。パンダ愛を知ってもらうので。まだメンバーとしてまだね、いますから。その1、パンダの2本目は白黒グマなんだって。その2、パンダってクマなのに冬眠しないんだってさ。詳しいことは秘密。そんなことないよ。その3、中国では10万円で名前をつけることができるんだよ。あ、そうなんや。いつかね、ルミルミって名前をつけたいんだよね。そうだ、これ知ってる？パンダって実は肉食系なんだよ。もうそうやろな。実はルミも。まあこの子はね、昨年総選挙でね、初めてね、ランクインしたりもしましたからね、徐々に人気は上がってきてはいるんですよね。じゃあ僕もこれでいいと思うけどな。ねえ、パンダさんやったよ。いち早くこの喜びを誰かに伝えたくて。はい、オッケー。はい、高評価ですね。いや、これでも誰が、誰の告白エンディングになるのかなっていうね、予想つかないですね。さあ、また好きな子は消えていきますよ。ああ、ゆきりん消えちゃった。すーちゃんも消えちゃった。あ、たのゆうかも消えたね。ミルキーも消えちゃったね。さあ、どんな感じになってくるかな。さあ、この中で一番好みじゃない子。うわ、難しい、これ。みんな好きやぞ。みんな好きですよ。うわ、難しいなぁ。いや、もうこうなってくると、少なくなってくるとね、本当に好きな子を選ばれたら追えなくなってくる場合もあるんですよね。好みじゃないとはいえね。
まあ、この中で一番でも、そうやな、落ちるってなれば、あ、この子やな。この子になるな。なんか今のさっきの子たちを救ったような感じになったけど、この子はショートカットなんでね、好みに当たらない、入らないので、ちょうどよかったですよ。お待たせ。大阪の子ですよ。NMB のね。ならよかった。どうしよう。考えてこへんかった。でも関西弁がいいですね。いや、来ればなんとかなるかなって思っちゃって。なんか行きたいとこ出てくるかなって。とりあえず電車乗らへん。そっか。でもまあなんとかなるやろ。そういうもんやって。それにこういうのもなんか楽しいやん。うん。アイリーはあなたと一緒やったらなんでもいいね。あなたは？もうえらい短いデートやったな。じゃあこれでしょ。せやろ、めっちゃ楽しそう。じゃあとりあえず東に向かおう。なんとなく、あーワクワクしてきたわ。短いデートでしたな。まあこういうね、あんまりね、普段ね、選ばない子を選ぶとね、デートをもう新鮮は新鮮ですよね。初めてってことはないけど、一回全員クリアしてるから初めてではないですけど、まあね、久しぶりのデートって感じになってきますんでね。あんまり選択しない子たちですから。ああ、どんどん好きな子は消えていきますな。どうしようもないよな。内田真由美。忙しかったらごめんね。よければ明日遊びに行かない？3人から。3人も留守電来たんかい。さやかです。とりあえず留守録残しておくね。また後で電話します。では。うわ。はいです。明日さ、どっか来たかなと思って電話したんだけど、よかったら連絡して。モテモテやな。まあ、この3人の中やったらこの子になってくるな、一番好みじゃないのはね。もしもし、さやかです。電話ありがとう。2回目のデートですね、これね。秋元さやかは割とね、知名度もありますからね、この子はね。無事だったんだ。よかった。もう、事故に遭っちゃったんじゃないかとか心配したんだから。どうしたの？そんなに謝らなくてもいいよ。どんな人間にだって過ちはあるしさ。私が偉そうに言えることもないけど。過ちや失敗をしてもあなたと一緒に歩んでいきたいって思ってるよ。ごめん、私何言ってんだよし、行こっか。もう短いデートやな。上着をかけてあげよう。うわ、これ難しいな、これ選ぶの。これにしようか。男前か。確かにね。やっぱりそっちか。なんでもない。こっちの話。まあ、これ微妙やね。微妙な反応ですな。消えていくね、どんどんね。ああ、アイニャも消えちゃったな、今。おメール来た、原のぞみね。とりあえずちょっと今は、着信が見たいのでね、
さあ、この中で一番好みじゃない子ね。もうこれは決まりだな。島田遥香やね。この子になってくるね。この子はね、でもね、入ったばかりの頃はすごい可愛かったんですけどね。だんだんちょっとね、太ったりとかね、ショートカットになっちゃったりして、だんだん好みから離れていっちゃったハムというサね。ル、あなたに似てない？全然似てないし。そうそう、こういうちょっと男っぽいキャラなんですよ、この子も。帰る前に売店寄ってもいいかな。メンバーにお土産買いたいから。でも若いんですよね、この子結構ね、まだね。このパンダのぬいぐるみ、可愛くない？アルパカせんべい？じゃあそれにする。お会計してくるね。そうじゃないんだけど、ねえ、今日一緒に動物園に来た記念に何かプレゼントしてもらえないかな。じゃあさっきのパンダのぬいぐるみとかはダメ？これでも乙女なんだけど。まあね。それじゃあ選ぶからちょっと待ってて。まあこの子はじゃあね。このストラップ、あなたもお揃いで。かわいいし、いいよね。この子はね、でも最近綺麗になってきてますね。はい。この頃よりもだいぶ綺麗になってますよ、最近はね。どうしようかな。秘密にしといてもらえるなら、つけなくてもいいよね。じゃあこれにしようか。もしかして私とお揃いってバレると嫌？それってもしかして2人だけの秘密ってやつ？なんかドキドキしてきた。なんかこの子は萌え台詞が似合わない子ですけどね。似合わないですよ。萌え台詞なんか似合わない子なんでね。男っぽいイメージが強いんですよね。ヤンキーロックね。ああし、マリコ様、あ、ユイハン、あ、のぞみも消えちゃった。あ、マーチョンも、あ、セリナも消えちゃった。だんだん、あれですね、減ってきましたね。あ、屋形ミキね。この子もショートカットなんですよね。好みの部類に確かに入らない方ですけど、とりあえずちょっと他の子を見たいのでね、どんな子から着信来てるか。お、これは難しいぞ。4人とも好きですけど、どうしようかな、これ。この4人の中で一番好みじゃない子を選ぶってことやから。さっきの原希美のね、メールはね、切っちゃったら選べなくなっちゃうんで、結局この4人から選ばなきゃいけないんですよ。じゃあ、この中からやったらこれになっちゃうかな、松原夏美ね。美人系なんですけどね、結構ね。この子だな。あとの3人はね、結構好きなんで、かなりね。この子になりますね。ナッツミーね。結構美人系なんですよ。好みじゃないっていうのもなんか申し訳ないぐらいですけど。美人なんですよ。好みじゃないこともないんですよ。結構ね、まあ普通に好きな方ですよね、どっちかっていうとね。もうしっかりしてよ。綺麗系ですね。何？変なの。
何もしてないよ。チェー、バレたか。いいじゃん、たまにはさ。じゃあ、大人らしくこれでどう？ねえ、どうかな？まあね、美人ですよね。まあね、僕はね、美人の子よりも、まあ、童顔の方が好きなんでね。だからそういう意味では、まあね、童顔ではないので、この子はね。だからこういう風にやっぱ選択しちゃうんですよね、やっぱりね。じゃあこれにするかな。まあ美人好きにはこの子はいいと思いますけどね。もうちょっとこのままで。これとかですな。やっぱりね、美人を選ぶよりは僕は童顔の子の方がね、僕好みになってくるんでね。やっぱね、極端に言うと、あの美人よりも童顔のブスを選ぶタイプなんですよ、僕はね。ロリ系を選ぶ方なんでね。そうなってくるとこの子はね、あの美人になっちゃうので、かなりのね。どんどん消えていきますな。メール。クーミンね。クーミンは すごい好きな方なんで選んじゃダメですね、この子は。好きなんですよ。めっちゃ好きなんで選べないですよ。さあ、これニックネームになってる、さえね。ニックネームになってるってことはね、好感度が上がってるっていうことなんですよね。まあ、この4人の中やったら、まあ、この子は絶対選べないですね。一番好きなんでね、この中では。サエとタナベだったら、どっちかな、どっちになるかな。まあ、タナベやな。こっちになるね。まだサエの方がいいもんな。サエの方が好きやもんな。あ、でもこういう選び方してたらあれか、進むのが遅くなるな。これね、好感度高い子を選ぶ方がね、進むの早いっていうのはあるんですよね。エンディングに向けてね。そっちを選ぶか、それとも好みじゃない子を選ぶかっていうことになりますけどね。まあ、この二人のどっちかですよ、選ぶとしたら。こっちの二人はまだね、まだ、この二人よりはね、まだ、まあ、いい方になってくるんで。そうやなぁ。まあ、さえ選んどっか、さえ選んどこう。さえ選んでちょっとでも進むようにしよう。でも今のは、ちょっといい、いい。セリフでしたな。早く会おうって。あ、お待たせ。レッスン自体はそんなにハードじゃなかったんだけどね。早く会いたくて急いで着替えてきちゃった。この子はでもね、喋りは可愛いですよね。だってせっかく会えるのに時間もったいないじゃん。そうだな。じゃあボーリングは？男前ですな。サイのスーパーテクニック見せてあげるよ。おお、研究生のみんな、これからレッスン？そうなんだ。あんまレッスンしすぎてサイのこと追い抜かないでよ。なんて言ったらいいんだろう。仲のいい友達だよ。悪い虫ね。悪い虫ってみんなどこで覚えたの、そんな言葉。ねえ、悪い虫なんかじゃないよね。いい先輩なんだね。悪い虫かもしれない。これ選んだ方がいいのかな。いい先輩なんだね。
みんなレッスンの時間はこっちやね。多分こっちの方がいいと思うな。ああ、これは間違った選択だ。これ嫌われる、嫌われるというか。ちょっとどういうこと？一人にしないでよ。これ間違えましたね、選択ね。失敗。これでね、パリンって割れちゃうんですよ、これやるとね。間違えたな。まあしょうがないな。これはちょっとね、ミスったな。そうそう、せっかく好感度アップしたのにミスっちゃったね。どうも、大家です。明日空いとる？よかったら一緒にどっか行こう。連絡待っとうよ。どうしようかな。とりあえずちょっと他の子も見たいから。誰から帰ってきてるか見たいから。あ、メールも来てるやん。小谷里穂はちょっとまあ断る。まあどっちかっていうと好きな方、好きな方というかまあ普通ぐらいかな。この二人やったらどっちかな。この二人やったらこっちになるな。どっちが好みじゃないになってくるとこっちやな。おお、ちょうど今ね、こっちからも電話しようかなって思ってたんだ。奇跡。空気も美味しいし、人もいないから走り回れるし。どうしたの？確かに熊だね。そうだね。仕方ない。この子はね、ヒーローが好きなんですよ。特撮ヒーローとか好きなんですよ。本当に。タナブマンシーガとは、グアムの平和を救ったタナブマン1号により次なる悪に備え、 AKB の田辺美子。待てー。本当に男っぽいんですよね。だからね、タナブパンチ。少年のような子なんですよね。いやいや、それほどでも、あなたのためなら一暴れなんちゃって。俺？そんな、いやいや、恐れ多い。いやいや、いらないというわけではないですよ。じゃあ、頭一個一個なんてどうですかね。じゃあ、これでしょう。いいの？じゃあ、そうじゃなく、嬉しすぎて鼻血が出そうになりました。まあ好感度アップですね。いや、微妙ですね。本当にね、好みじゃない子を選びながらやるっていうのはなんかね、新鮮ですね。おお、泣く。消えちゃったね、ハルゴンがね。いや、もう残ってる子は好みじゃない子ばっかりになってきますから。あ、大家静かになってる。一人しかいないや。しーちゃんね。まあ、喋り方は癒されますけどね、この子は。はい、今電話しようかなって思っとったところなんよ。このね、博多弁がいいんですよね。お、ちーちゃんや。こんにちは。こんなとこで何してるの？ちーちゃんは好きなんですよね。そうなんだ。じゃあ、その人が来るまでお話ししてもいい？やった。あのね、この間。お待たせ。あ、来たね。で、あ。こら、ちーちゃん。勝手に楽しくおしゃべりせんで。あ、ごめん。ちーちゃん癒されるな。ちーちゃんごめんなさいわ。うん、ごめんなさい。うん、もうしませんわ。
もうしません。よし、じゃあうちらはこのままご飯食べ行くけん、ちーちゃんはここで30分反省ね。かわいそうやん、かわいそうやんが。はい、待たせてごめんね。それじゃ行こっか。いいといいと、ほら行こう。大丈夫って、さっきメールでフォローもしといたし、それにうちらいつもあんな感じやけん。うん、うちが S でちーちゃんが M、 いやド M かな。ああそうか。あれ、もしかして引いた、うちの S っぷりに。ああ、その顔はもしかして逆に M っ気に火がついたとか、ちーちゃんに可愛がってほしいみたいな。うん、じゃあこれにしとこう。え、マジでやっぱり M な。たくさん来てもいいだよ、ちゃんと可愛がってあげるけん。なんか楽しくなってきた。うん、これは好感度いい感じよね。あ、メールが来た。あ、これちょっと選んじゃいけないな。あ、もう一人になってる。もう選ぶ子は一人ずつになってきてるな。もう少なくなってきてるよね、残りが。もしもし、アイリです。やっと電話くれたね。待っててんで。うん。NMB48 のメンバーですからね。ありすぎてどこから遊ぶか迷うな。あんな、あーいたな、フジタルな。タイヤのぶら下がってるやつ。やめましたけど、いましたね。あれも楽しそうやな。あ、どうした、アイリちゃん。ターザンロープあるで、あれに行くしかないでしょう。ほんまや、楽しそう、行こう行こう。うん、藤田ルナは可愛かったですけどね、やめちゃったですけど。うん、じゃあまずはルータンからチャレンジな。あ、そうやね、ルータンって言われたな。ルータンってまずい。うん、めっちゃバカですけどね、ルータンは。いったー、お尻から落ちちゃった。うん。めっちゃダサい。あー、アイリちゃんめっちゃひどい。ごめんね、ルータン。次、アイリちゃんな。うん、オッケー。アイリな、これめっちゃ得意やねん。ちっちゃい頃、近所の公園の木で勝手にロープ結んでターザンごっことかやってたし。よし、じゃあ行くで。危ない、ぶつかる。うん、大丈夫。ありがとう。大丈夫。あ、そんな、自分で歩けるから。ルナはどうすればいいの？ルータンは邪魔せんといてな。うん。うん、まあ好感度アップですな。あ、さやか。いや、もうこれ。ニックネームになってるから好感度アップしてるね、相当。はい、さやかです。やった、もうクライマックスになってきてるな。クライマックス的な感じになってきてるな。それじゃあ俺行くよ。男には負けるって分かっても戦わなきゃいけない時があるんだよ。まあ、かっこいいですけどね。うん、ストップストップ。ねえ、今ちょっと笑ったでしょ。真面目にやってほしいんだけど。せっかくいいシーンだったのにな。まあ
確かにそうだよね。私の方こそ無理言っちゃったかも。じゃあちょっと休憩しよっか。いいのいいの、細かいことは気にしないの。そう？それじゃあなあ、俺の女にならねえか。すげえな、かっこいいな。じゃあこれ。おう、黙って俺についてこい。で、いつまでこの役やらせんだっつーの。あ、微妙なんや、微妙な反応なんや。ルミね、とりあえずちょっと一回断っといて、ちょっと誰から来てるか。お、全員があれなニックネームになってるから、これは好感度3人とも上がってるね。まあこの中で一番好みじゃない子ってなってくると、ゆかになってくるかな。うん、なんかさっきから2期生ばっかり選んでる気がするな。もしもし、やもしです。なあ、どう今の。もしもし。そうそう、2期生が多いよね、僕を選んでるのさっきから。 AKB の2期生やね。イエーイ。いや、それほどでもあるやろ。うん、うちな、歌だけはどのメンバーにも負けたくないねん。うん、確かにね、歌唱力あるから。スターゲイザーって曲知ってる？うん、ソロ曲やね、ソロデビューのね。ええよ別に。その曲な、昔オーディションに受かってソロで歌わせてもらうことになった曲やねん。うん、そうやったね。でも AKB のプロデュース曲じゃなかったから、シングルで発売した後は全然歌う機会がなくって。ほら、 AKB の曲ちゃうからさ、AKB のツアーとかで歌うのもなんか違う感じやん。でもな、ディーバのカップリングでソロを歌わせてもらうことになった時、うん、秋元先生がその曲にスターゲイザーを選んでくださって、うん、だからディーバのライブの時にみんなの前でまた歌わせてもらうことができてんで。うん、そうやね。自分にとってほんま大切な曲やのに、もう死ぬまで一生歌うことできひんと思ってたから、その時はほんまに嬉しかった。うん、うちが歌を諦めずに頑張り続けてきたから、きっと神様がもう一回歌えるチャンスくれたんやと思う。だから何でも諦めずに頑張ろうって、努力は必ず報われるって思うねん。高見菜やな。もちろん恋も。高見菜のあれですよ、名言ですよね。これは頑張って、好きだよ、好きだよを選んだ方がいいのかな。多分好感度上げるには。え、ああ、考え方の話な。今めっちゃドキッとしたわ。うん、そっか。え、あ、うんうんうん、うちもそう思う。あんたとやったら一緒に成長していけそうやわ。うん、やっぱりね、好感度アップすな。うん、これはでも誰が、誰のエンディングになるかちょっとわからん感じがなんですな。言ったんね。あ、ああ、島田春香ね。春って言うんや。ニックネーム春なんや。知らなかったな。ハルなんや、初めて聞いたな。あ、これは誰か訪ねに来たパターンか。あ、来たな、島田春香やね。寝てるの？おはよう。テンション低いな。しょうがないな、手伝ってあげるから早く支度しよう。いいからいいから、私もぼーっと待ってんのつまんないし。とりあえず顔洗って目覚まそう。
どう？顔洗って目覚めた？じゃあ着替えは自分でやること、その間に朝ごはん作っとくから。料理できるかこの子。お粗末様でした。食べ終わったら歯磨きに行くこと。ねえ、髪本当にそれでいいの？だって後ろまだ寝癖立ってるけど。うん。うん。オッケーオッケー。よし、じゃあ早くデートに行こうよ。あ、もしかして迷惑だった？君と結婚する人は幸せだね。どっちか、この上のどっちかやな。あ、これ、どれもいいな、これ。どれ選ぶべきかな、これ。これかな？でしょ？あ、これ、間違ったな、選択。そっか。じゃあ。その人と幸せにね。そうか、こうなるか。これパリンって割れちゃうね。うわ、間違えたね、これは。エヌナッチ。うん、この中で一番好みじゃない子。いや、三人とも同じぐらいやけどな。まあでも、エノナッチは一応、まあ、ニックネームになってるから、こっち選んだ方が先進むから、こっち選びますね。はーい、夏希でーす。私もちょうど電話しようと思ってたんだ。あ、おはよう。来てくれたんだね。カラオケ大会。面白いでしょ？まだ秘密。今日はユカとのデュオなんだよね。合わせるのは今日が初めてなんだけど、うん、リハーサルで合わせたからなんとかなるよ。大丈夫大丈夫。じゃあ楽しんでてね。おー、イベントね。柔らかにお願いしますね。それでは二人で歌います。聴いてください。どっちも二期生やな。まあどっちも確かに歌唱力あったもんな。AKB トップクラスの歌唱力を誇るデュオだからね、Nタコは。Nタコ。もっと聴きたくなった？Nノッチのソロならいつでも予定が取れるんだけど、どう？じゃあこれにしようか。二人きりになっちゃうけど OK？もちろん。よーし、たっぷり聞かせてあげるからね。よし、好感度アップやね。これ誰になるかほんと分かんなくなってきたな。ああ、ミルルンは選んだらあかんよ。めっちゃ好みやからね。NMB の推しメンなんでね、選んじゃダメですよね。この二人やったらこっちになるな。うん。もしもし、大家です。電話かけてくれるとか嬉しいな。
そこに自販機あるやん。いいよ、待っとるけん。うん、喋り方は癒されるね。やっぱ今日はちょっと暑いね。え、それは無理。うん、だってそれって間接キスってことやろ。それはさすがに。それにうちそういうの指原がやったとしても無理なんよ。うちって潔癖すぎるんかな。そっか。いや、でもこれは今日克服すべきなのかも。せっかくあなたがくれたチャンスなんやし。よし、決めた。ねえ、やっぱさっきのジュース一口くれ。いいよね。ありがとう。それじゃあ、よし。うん。キスしちゃった。ああ、もうさっきより熱くなってきた。これは好感度アップね。ああ、だんだんね、あ、この2人になってきたか。どっちかな、どっちにしようかな。どっちが童顔かっていうふうに考えるってことやから、ルミルミやな。はーい、ルミでーす。電話ありがとう。やばい、めっちゃ嬉しいんだけど。ねえ、ちょっといい匂いしない？絶対してるって。何の匂いだろう。うん、くんくん、あれ、これはひょっとして焼き芋の匂いだ。ルミ、嗅覚には自信があるんだよね。あー、焼き芋食べたい。やっぱり花束の肉球の匂いかな。うん、あ、うちで飼ってるワンちゃんの名前、花束の肉球はポップコーン並みの香ばしさなんだ。なんじゃそりゃ。そうだ、あなたはどうだろう、くんくん。え、めっちゃいい匂いなんだけど。もしかしたら花束超えるかも。くんくん、じゃあこれにしよう。あ、かわいいね。よしよし。え、ツッコミ入れた方がよかった？でもね、あなた本当にいい匂いだよ。好感度アップね。これ本当選択肢で大事なんでね。あ、タナミになってきた。タナミ一人になってる。3期生ですからね。この子はマユユとユキリンの同期なんですよね。3期生なんでね。うん、そうそう、そこを右に。どうしたの？それはいけません。なんてこと言うんですか、あなたは。うん、面白いけどな、この子は。でも信号がチカチカしてたら、そんな時は絶対に渡ってはいけません。うん、交通事故に遭いたくないでしょ。うん、交通事故はした方もさした方も悲しくなるの。それに私だって。うん、もしあなたが事故に遭ったらなんて考えると、それだけでも田辺内線崩壊暴走モードになっちゃうんですよ。なんじゃそりゃ。じゃあこれやね。
れて。え？それってどういう？ちょっと、それっていい意味なんだよね。ね。もう、よし。じゃあいい意味ってことにしとくから。いい好感度が良かったですね。田野優香はちょっとこの子は好きな方ですからね、選んじゃダメですよ。うん、これはもうさやかやな、間違いなくな。うん、これはもうそろそろあれかな、もう終盤とクライマックスになってきてるな、これは。あ、またイベント会場やね。また2期生の。メンバーの意外な一面について話しちゃいましょうか。うん。2期生ですね。みんな2期生。さやかな意外な一面なんだけど。え、何？ちょっと怖いんだけど。さやかはメンバーの前だと自分のことを私って言うんだけど、男性スタッフさんの前ではさやちゃんって言うんだよね。そうなんや。あ、それうちも聞いたことある。ちょっと、それマジでやめてほしいんだけど。2期生のね、親友たちですね、みんなね。ディーバのメンバーですよ、今の4人は。お待たせ。どうだった今日のイベント。やっぱり聞いてたよね。そうかもね。まあ、なんていうのか、絶対嫌だ。恥ずかしいから言わないよ。嫌だったら嫌だ。もういい加減にしてよ。ごめんかな。じゃあ一回だけだよ。今日はさあちゃんをどこに連れてってくれるの？ほら、言ったからもういいでしょ。おしまいおしまい。恥ずかしいなぁ。微妙な反応やった。あ、これは選んじゃダメですよ。好きなんですよ、この子は。好きなんでね。あ、しーちゃんだって。しーちゃんだ。はい、大家です。今電話しようかなって思っとったところなんよ。本当に？確かに綺麗やけど。水族館か。やっぱ魚は海の中で見らんとな。知っと？海の中に餌持って入ったら魚がブワーって寄ってくるんよ。それがめっちゃ綺麗やけん。やるよ。なんたってアドバンスダイバーの資格持ってますから。そうそう、資格といえば、そうそうそう、二級船舶の免許も持っとるよ。そうそう、さっきもね話しましたけどね、持ってんですよ。番組でいきなり一週間で取ってこいって言われて、メンバーのみんな乗せて東京湾をクルージングしたよ。でもやっぱりいつかは地元の海でクルージングしてみたいな。綺麗やし魚もいっぱいあるけんね。仕事とかで苦しい時も海に見守られて乗り越えてきたって言っても過言やないんよ。うちそんくらい海が好きとって。懐かしいな。そうや、明日海見に行かん？ダメかいな。お、来たね。次回告白ですよ。よし、決まり。じゃあ明日は海で待ち合わせね。遅刻したらいかんよ。これはもう終わりですね。もう告白になりますね、これ。しーちゃん、カードを手に入った。
ああ、仲間た。好きなんですよ、この子ね。でも選んじゃいけないですね。はい、これで告白ですね。これで終わりになりますね。告白は動画なんですよね。告白、ね、エンディングは動画。動画になるんですよね。ちょっと音量上げますよ。告白なんでね。博多弁がいいな。はい、OK です。はい、ダメかー。いいと、よっしゃー、スキちゃん。これでまあクリア、クリアというかね、まあ一枠終わりっていう感じですよね。うん。はい。じゃあちょっとここはね、歌が流れちゃうんでね、ちょっと音量小さくします。ちょっと待ってよ。この人。AKB149分の1、恋愛総選挙。はい。はい、これでね。まあね、ここで本当はね、歌が流れるんですけど、まあ、著作権でね、引っかかってしまいますんで、YouTube ではね。まあ、このままね、音なしでエンディングをお届けしようということで、はい、スタッフロールをね、はい、お届けしていきますね。よいしょ。まあね、まあ初めてね、好みじゃないメンバーをわざと選んでね、好みのメンバーをね、選ばないという方法でね、初めてやってみた試みでしたけど、いかがだったでしょうか。ね。いや、僕自身もね、すごく新鮮だったですね。はい。結構ね、楽しめましたよ。意外とね、癒された部分もね、ありましたしね。結構ね、面白かったですよね。いや、いつもはね、まあ、好みのメンバーはもちろん好きなメンバーばっかり選んでやるんですけどね、ちょっと反対のね、方向でやってみるのもね、結構楽しいもんですね。新鮮でしたよ。あんまり普段やらないデートができたような気がしますね。やっぱね、好きな子を選ぶとね、やっぱ同じようなデートが多いんですよね。同じようなメンバーですしね、同じようなね、内容のデートばっかりになってくるんですけど、まあね、好みじゃない子を選ぶことによって、まあ、あんまりね、デートしたことがないようなメンバーのデートができますんでね。はい。新鮮だったですよ。うん。まあ僕ね、一度ね、このゲームは PSP 版でですけどね、148人ね、149人か。149人ね、全員の告白エンディング見てるんですけど、クリアしてるんですけどね、全員分ね。はい。だから一応まあ全員はクリアしてるんでね、まあ、好みじゃない子ももちろんね、全員一通りはクリアしてるんですけどもね。はい。まあ今日それ以来久しぶりにね、やったという、まあその好みじゃない子のデータ、それ以来久しぶりにやったという感覚で、結構新鮮にね、楽しめましたんでね、良かったんじゃないかなと思います。はい。そうですね。はい。まあ結構ね、楽しめましたよ。これね、今ね、出てるのね、メンバーの顔がね、
出た場合はね、そのメンバーはね、告白エンディングをね、受けてるっていうことになるんですけど、今顔が出てないのでね、この PS3 版はほとんどね、クリアしてる子が少ないんですけどね。はい。そうそうね。これ顔出てる子はね、クリアしてるっていうことなんですけどね。うん。まだ少ないんですよ。うん。これで一旦ちょっとあれかな、音量上げた方がいいな。あ、まだ、あ、そうか、まだ歌流れてるな。はい、これでね、そろそろね。はい。うちを選んでくれて本当にありがとう。はい、これで終わりですね。上演終了。48のメンバー全員があなたにガチラブです。あなたは誰を選びますか？これね、クリアした子がね、これを言ってくれるようになるんです。今のはね、大家志津香の声ですね。はい。はい。じゃあ、これでね、終わりましたんでね。はい。これで終わらせていただきます。以上になります。はい。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube の、チャンネル登録お願いいたします。